ケータが。俺に話でもあんのかい。おう、行ってみな。先に抜くなんざバカのすることだ。自分が抜いたらどうなるか頭をひねって考えねえとな。それでも一人の侍として剣一筋に生きる道もあったんじゃねえかと無双することはある。だが今の俺にそんな生き方は許されねえ。いつの間にやら窮屈な身分になっちまったもんだ。その点浪人のお前さんは抜くも抜かねえもてめえ次第。ちょいと羨ましく思えるよ。気が利くじゃねえか。そうかよ。よし、行こうか。薩摩の方は悪い、勝手に上がってるぜ。お、
チックと話をしよう。わかった。ほいたら場所を変えるかい。さあ、言うてみ。そうかい。まあその気になったら話してくれ。わしはいつでも構わんき。わたの。あんたか。情けないが、結局はこの様だ。俺は畳の上で朽ちるなんざごめんだ。どうせなら派手な花火を打ち上げてから死にたい。まったくままならんもんだな。老害じゃな。すでにだいぶ肺の臓をやられとる。こうなっては手の施しようがない。そんな薬があれば苦労せんわい。悔しいです。高杉さんはこんなに早く死んでいい人じゃない。老害の治療法を調べていた武士が何やら成果を上げたとかいう噂がある。その者は洛外北東の山小屋にこもっておるそうじゃ。そこを訪ねれば、あるいは試作の薬でも手に入るかもしれん。言っておくが、老害の薬などというものはまだ西洋にもない。期待はできんぞ。少しでも希望があるなら行くべきだ。そうでしょう。洛外の北東にある山ですね。現地で落ち合いましょう。また今度にしてくれないか。あいにくとのんびり話し込めるような体調じゃなくてね。あたりの住人に聞いて見当をつけときました。普段の侍の山小屋は多分この山の中腹です。高杉さんのために何としても薬を持ち帰らないと。さあ行きましょう。そういや、少し前に怪しい侍たちが山に入っていくのを見たってもんがいるんです。油断しないで進みましょう。しかし、その侍というのはなぜ山小屋に。何か事情があるんでしょうか。この西洋かぶれめ、叩き切ってやる。やめろ。僕が何をしたって言うんだ。
覚悟しろ。あなたは、いや、助けてくれてありがとうございます。本当に。ですが、なぜこんな場所に？老害の治療法を調べている侍がいると聞いて会いに来たんです。もしやあなたが？そんな物好きな武士は私の他にはいないでしょうね。この山の土や植物などが私の研究に都合がいいんです。それに誰にも邪魔をされたくなかったので。見ての通りです。このところ乱暴な客人が増えまして、西洋美意気の不埒な幕臣め天柱だということのようですよ。お願いです。どうしても救いたい人がいるんです。なるほど、そういう要件でしたか。いいでしょう。この先の山小屋に試作した薬があります。ただ道中物騒ですから、そこまで一緒に来てもらってもよいでしょうか。よかった。切った葉っぱは苦手な性分なものですから。それではついてきてください。くれてよかった。薬を取ってきます。少し待っていてください。覚えていますよね。あなたと一緒に苦労して手に入れた竹の根元の土。この薬はその土を取っかかりに試行錯誤を繰り返してようやく形になったものなんです。
ただ本当に老害を治せるという確証はありません。むしろ死を早めてしまう危険すらある。それでも使いますか？迷っている暇もないということですか？わかりました。差し上げましょう。他にできることはないんです。少しでも希望があるなら迷ってはいられません。ありがとうございました。俺先に戻って高杉さんに薬のことを伝えます。あなた方が誰を救いたいのかは知りませんが、その方の回帰を祈っています。ならんのだ。俺のことは放っておけ。やらねばならんことがごまんとあるんだ。あんたまで止めるのか。幸い今は体も動く。休んでいるいとまなどない。共に倒幕を果たさんと志した者たちが今この一瞬も大義のために血を流している。俺だけがのうのうと畳の上で寝てなどいられるか。上等だ。長州男児を舐めてもらっちゃ困るぜ。これ以上邪魔をするなら容赦はせん。あんたとならここで刺し違えるのも悪くない。やろうぜ。面白い。
この体ではもう騎兵隊の役には立てん。あがくのはここまでにしておこう。悔いがないと言えば嘘になるが、あとは皆に任せておとなしくメイドへ旅立つさ。薬など無駄に決まっている。あんたにはかなわん。わかった、これを飲めばいいんだな。高杉さん、もう動いても大丈夫なんですね。こうも早く回復するとは感心するより呆れるわい。あの薬が効いたのもあるじゃろうが、生きたいという強い意志が病をねじ伏せたんじゃろう。いや、死んでたまるかという意地か。おかげで死に損なった。神一人でつなぎ止めたこの命、どう使ったもんかな。そうだな、やるべきことはいくらでもあるってのに、俺はまだ何一つ成し遂げていない。生きて大業の見込みあらば、いつでも行くべし。生かされた俺は必ず倒幕の大業をなさねばならん。そして新たな世の到来をこの目で見届けてやる。この先どんな面白いもんが見られるのか楽しみだ。わり、勝手に上がってるぜ。俺に話でもあんのかい。気が利くじゃねえか。そうかよ。
根詰めすぎ。君に相談がある。実は坂本君を怒らせてしまってね。新政府に慶喜公を加えるという坂本君の構想に長州と薩摩はどうしても承服できなかった。何が正しいかは何を重んじるかによって変わる。つまりどちらも正しいんだよ。困ったことにね。ともあれ、ここまでこぎつけたのは坂本君のおかげだし、今は仲間内でいがみ合っている場合じゃない。私は引き続き薩摩との調整を続けるから、君には坂本君の様子を見てきてもらいたいんだ。先ほど大宮の近くでお涼さんに偶然会ってね、同様のことを話しておいた。君もお涼さんと一緒に坂本君を諭してもらいたい。頼む。Yuck!
こんにちは。もしかして龍馬に会いに行くの？さっき大宮さんの前で龍馬に会ったから、また無茶しないでねとは言っておいたけど、龍腕を思いつきそうやき大丈夫ぜよ。だって本当に大丈夫なのかな。うん、何か言い出したら聞かない人だもんね。私は見守ってるしかないのかな。そうだ、龍馬に差し入れを持って行ってあげようよ。何がいいかな。あんたも一緒に選んでくれる？じゃあ行こう。龍馬の好物は何だっけ。差し入れも買えたし早く行こう。龍馬は大宮さんにいるはずだよ。今のは大宮さんの方から。
私、誰か探して呼んでくる。あんたは龍馬をお願い。呼ばれたね。坂本君は無事か。立ってください。獣だな。邪魔をかせ。坂本さんが危ない。俺も加勢します。同じくすれば味方となる。異国のものであろうと。今すぐ
この場は私が引き受ける。先に進んで坂本君を救ってくれ。あなたは先に行ってください。その敵は俺が何とかします。じっくり選んでくださいよ。どうぞコーヒーに。コンクニを選択するがやなかったがかい。お前は死ぬな。死ぬなよ。お前を惑わせる因縁、これ立つことができた。戦乱の世が来る。お前の目も覚めるだろう。おりょう、慎太郎が怪我しとる。すぐに見てやってくれ。今は自分のことを考えな。
ねえ、しっかり。太平洋みたいなでっかい夢はどうするんだい。夢。そうじゃ、やっと見えてきたんじゃ。今国の新しい形が。能のあるもんは身分を問わず雇い入れる。パーラメントを作る。それから、わしは海を渡って広く世界を見るんじゃ。まず自分が変わらんと世界を変えられん。頼んだき。おい、この男を運べ。揺らすんじゃないぞ、そっとじゃ。湯を持ってこい、たっぷりとな。こりゃ長丁場になるぞ。頼む。少し痛いですけど、我慢しましょうね。やれることはやったわ。あとは待つだけよ。奇跡が起きるのをね。目を覚ますまで私たちがここにいる。あんたはあいつを追って。龍馬が起きた時見せてあげて。新しい日本を。何も大戦をやろうってんじゃない。あいつらに力の差を見せつけるってやつだ。兵の数は我らが圧倒しております。戦いが始まれば薩長も早々に考えを改めるでしょう。ああ、手早く和議に持ち込みたい。戦が長引けば異国に食い物にされるだけだ。牢から出してやっただけでも感謝したまえ。君のせいでおちおち交易もできなくなったのだぞ。ならば我らに武器を売ってくれ。あるだけ欲しい。よう、